三菱重工神戸造船所で、太平洋型潜水艦3番艦の進水式行われ、神芸潜水艦が誕生しました。今回は、この神芸、潜水艦を詳しく見ていきますね。やはり注目は電池システムですよね。大電流時代に、ぴったりの高性能にアップデートされています。ディーゼルエンジンとのハイブリッドで、充電時間の短縮が今後の課題となるでしょう。ですが、早い充電になってますよ。将来は、水素エンジンで水素を同時に作り出すシステムになるのかも、気になりますよね。源泉を超えますね、この水素システム。海上自衛隊では、今年2022年3月に、最新鋭の潜水艦である、太平洋型のネームシップで、1番艦の太平洋を就役させていたが、この10月12日に建造中の同3番艦を進水させ、神芸と命名する式典を執り行った。今後も、竣工に向けた準備が進められる神芸だが、この艦名は、漢字では、新クジラと書き、大海原を飼育するクジラを表したもので、実際の収益は2023年度末が予定されており、このペースは近年の通例となっている。ちなみに、太平洋型の2番艦の枠芸は、昨年2021年の10月にすでに進水済みで、やはり収益は2022年度末が予定されており、こちらも、一年に一隻の新造と収益のサイクルを遵守していることも述べておくべきだろう。大きな日本の防衛力の整備の枠組みとして捉えた場合、防衛計画の大綱で打ち出されていた潜水艦隊22体制の構築は、一番艦の太平洋が就役を迎えた2022年3月時点で予定数に到達しているため、今後は前々級の親潮型が、順送りに、退役を迎えると考えられる。もともと、16隻体制から22隻体制へと、中国海軍の戦力の増強を念頭に置いて強化されてきた、海上自衛隊の潜水艦隊だが、今後の情勢以下では、さらに拡充を図る可能性もあり、親潮型は練習艦等としてと留め置かれる可能性が高いと、想定される。現在、こうした海上自衛隊の潜水艦を、建造可能な造船所は2社、2箇所に限定されており、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場のみであるため、言うなれば、すべての潜水艦が神戸から生み出されている状態である。今回の神芸は、三菱重工業者の神戸造船所が建造を担当しているが、川崎重工業者と交互に、新造艦を受け持つ体制が確立されており、高い工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく継承できている。潜水艦に限らず、自国で、こうした主力兵器を製造できない国の場合には、それが必要とされれば、売却を行ってくれる国を探すしか方策がなく、自国の求める仕様を追求して実現するだけでも、大きな労力を割かざるを得ないと言えるだろう。その意味では、他国の通常の軍隊以上に、仕様が特殊とも言える日本の自衛隊は、その設立の理念でもある、専守防衛という括りから、大きな制約を受けており、自国での建造力は保持しているが、世界的に見て、汎用的な潜水艦とは言えない側面も持つ。さて、太平洋型3番艦の神芸だが、海上自衛隊の最新鋭艦だけあって、未公開の数値が多く、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというのが、公に示されている主な仕様である。太平洋型は、基本的に前級となった、そう、
竜型の設計とデザインを踏襲している艦艇で、後者の後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルの規模を備えている。これを見れば、大芸型は、総流型に比して、ほんのわずかに大型化されていると見て良い艦隊だと思うが、全体が、総流型からのキープコンセプトでまとめられており、大きな変更は、次の艦級まで持ち越すことが有力視されている。大芸型の推進方式は、総流型の後期の2艦と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせとなっているが、このリチウムイオン蓄電池の搭載を最初から前提とした初めての設計艦だと言える。このリチウムイオン蓄電池は日本の GS 湯浅社が手掛けたものだが、この搭載を当初より前提に建造された大芸型では、その大電流を継続的に急速充電が可能な性能によって、新型のシュノーケル発電システムを実用化させた。この新型のシュノーケル発電システムによって、大芸型は、従来の潜水艦よりも、潜航航行の長時間化、ひいては、これが、作戦行動半径の増大に寄与しているとめされているが、詳細は伏せられており、具体的な数値までは示すことができない。ただし、大芸型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組合岩の機関を搭載する前級の総流型の後期の2艦の速力は水上13ノット、水中18ノットほどとされており、大芸型もこれと大きな差はないだろう。そのため、他国の機関部に原子力推進を採用している原子力潜水艦が軒並み水中の速力で30ノット以上を発揮可能となっている現状を考慮すれば、いかに大芸型が通常動力型としては最新鋭とはいえ、その点で互いする性能とは言い難い。原子力潜水艦には戦略核兵器たる SLBM を搭載する戦略型原子力潜水艦と敵の艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つに大きく分けられるが、いずれも高出力の原子力推進機器艦を搭載するため、通常動力型よりはるかに高速度である。こうした兵器としての原子力潜水艦の有用性は速度においては顕著であるため、日本もいずれは攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきであるという主張は少なからず行われており、中国海軍の増強に比して、その声も増加してきたと感じられる。2022年現在、こうした攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国しかなく、昨年2021年に、オーカスの締結で、オーストラリアがこれに加わることが確実になってはいる。確かに、これらの攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用する国の中で、日本は、ロシア、中国という二大仮想敵国と対峙している状態であり、今後、ますます増強が予想される中国海軍に対しては、その採用も視野に入れた検討は必要であろう。ただし、中国の南シナ海への支配力の増大を懸念し、オーカスの締結によって、攻撃型の原子力潜水艦を、アメリカもしくはイギリスから、調達、及び自国建造を行うと、表明したオーストラリアだが、1年以上が経過した今も、具体的な潜水艦の特定には至っていない。アメリカを選択した場合には、バージニア級、イギリスを選択した場合には、アスチュート級といずれにしても、現在の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦にはなることが予期されるが、
自国に必要な数以上の建造はすぐには困難なようだ。その上で、さらにオーストラリアは島嶼部を除いて自国内での建造を前提にこの計画を進めようとしている模様だが、一から建造に必要な設備や要員、そして技術的な基盤を整える必要があり、早期の収益はかなり難しいと思える。日本でも原子力推進というだけで建造にアレルギー反応を示すような風潮は以前と比すれば減少したことは好ましいと思える反面、手掛けたことのない原子力潜水艦を建造し維持していくためには費用的、機関的な問題を整理することが急務だろう。ちなみに攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、いずれも航空母艦も運用しているため、これらで空母打撃群を編成する中でも、必須の艦艇ともなっている。まあ、ロシアは航空母艦を保有しているとは言っても、1990年に就役した、今や老朽艦のアドミラル・クズネツォフのみで、ほとんどの攻撃型の原子力潜水艦は、単艦による敵艦艇への攻撃を前提に運用されているのが実情かもしれない。日本の海上自衛隊でも出雲、片護衛艦を航空母艦化する改修が進められているが、これらは遠征を前提とした艦艇とはならないとはいえ、速度的には通常動力型潜水艦では随伴は不可能なため、何らかの対策は必須となるだろう。